Hey guys! モンスターズジョン TV! はい、ということで、先日、映画デッド2を見に行きました。内容はと申しますと、おま、おじ、せ、まり、その他、もろもろ、最高でした。ってことで、ここでデッドの話は一段落。ここからは僕の方のデッドについてお話ししたいと思います。よいしょい、ヤッホー。はい、僕のテッドでーす。こんにちはー。よいしょー。どうもー。ってことでね、彼もテッドと申します。僕の相棒でございます。僕はね、彼と今月ね、一緒に生活を始めましたが、とてつもなく可愛いです。彼のね、名前もこの映画のね、テッドからちょっと来てるんですよ。ってことで、僕の相棒、クマにそっくりでしょ。クマといえば、プーさんではなく、テッド。ということで、彼もテッドという名前にしました。はい。でね、僕はもともと犬が大好きなんですよ。昔、僕が小学校ぐらいの頃かな、犬が欲しかったんですけども、飼えず、そんな時に野良犬を発見しました。可愛い白いね、モフモフ犬でした。で、野良犬だったんで、ちょっと可哀想だなと、欲しいなと思ったので、家に持って帰り、汚れていたので、お風呂に入れてあげて、で、お母さんが帰ってくる夜まで待ったんですね。帰ってきたら、お母さんが一言、はい、ここ犬飼えません。以上。もうさすがにね、ショックでした。めちゃくちゃショックで、僕は悲しいけどもしょうがないと、近くの家をいろいろ当たりました。自分が欲しているものを人にあげるっていうのはすごいね、辛かったですけども、その犬がね、幸せになるんだったらそれでいいかなと思って、いろんな家を回りました。夜にね、いろんな家を回って、やっと一軒その犬をね、欲しがる家があったので、そこにお連れして買ってもらうことになりました。その後ね、辛かったけども、少し時間が経って、その犬と会うことになったんですよ。僕の家の近くで、その渡した方と、その犬が一緒に散歩をしていて、お、俺のこと覚えてるかなと思って、その犬のところにもね、行ったんですよ。で、近づこうと思ったらね、めちゃくちゃね、ババ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 ってね、めちゃくちゃ吠えられて、ね、すごくショックでした。やはりね、本当に一日だけだったのでね、一日だけだと忘れられちゃうもんですね。残念でした。ということで、映画デッド2公開されました。皆さんもぜひ映画デッド2をご覧ください。全然デッド2のお話をせず、僕の大好きなねデッドをご紹介することになりましたが、また次回彼と一緒に別でお会いしましょう。それでは See you next time! Bye!